ベスタルは、アメリカ海軍の旧短艦。後に工作艦へ改装された。艦名は、ローマ神話のヘッツインの女神であるウェスタの英語読みである。ベスタルは1913年の襲役後、工作艦として第一次世界大戦及び第二次世界大戦双方に参加して活躍した。ベスタルの浸水式。1908年5月19日撮影。 ベスタルは1904年4月17日にエリーとして計画されたが、1905年10月にベスタルと改名されて、ニューヨーク市ブルックリンのブルックリン海軍交渉で1907年3月25日に寄港、1908年5月19日に浸水し1909年10月4日に交渉において民間人乗員の下で球誕艦として収益した。ベスタルは、 旧誕艦として1909年秋から1910年夏にかけて大西洋及び西インド諸島近海で活動した。大西洋艦隊艦艇への石炭補給任務のためヨーロッパで行動後フィラデルフィア海軍造船所へ戻ったベスタルは1912年10月25日にボストン海軍交渉で解約された。ベスタルは1年近い改装を受けた後、 1913年に工作艦としてエドワード・イル・ビーチ・シニア中佐の指揮の下で最終駅した。改装完了後、10月26日にバージニア州ハンプトンローズへ向かったベスタルは10月29日から11月10日まで完熟訓練を行う。フロリダ州キーウェストで11月14日に石炭を積み込み後、ベスタルはペンサコーラへ移動し、ここを拠点に 大西洋艦隊所属艦艇の整備を担った。1914年春に、メキシコのベラクルス航線領へ他の艦艇と共に参加するまでの間、ベスタルは大西洋艦隊における東海岸と西インド諸島での任務を継続した。ベスタルは5月2日から9月20日までベラクルスで修理任務に就いた後、軽巡洋艦セーラムの護衛のもとでオーバーホールのためボストンへ移動した。 1914年12月当時、ベスタルの士官は、官庁、UT ホームズ中佐、副長、LJ コネリー少佐、幕僚、EG オバーリン大尉及び FM パーキンス大尉という構成であった。ベスタルはそれから、バージニア岬とキューバのガンタナも米軍基地沖で活動し、1915年6月10日に、ボストン海軍交渉へ戻った。さらに、 ニューヨークとロードアイランド州ニューポートに寄港、ボストンで軍需品や食料の積み込みと修理を行った後で1916年5月19日にナラガンセットワンにて艦隊に復帰した。第一次世界大戦にアメリカが参戦するとベスタルはアイルランドのクイーンズランドへ展開して第一駆逐戦隊の駆逐艦へ支援を行う。 ベスタルは終戦まで現地に泊まり1919 19年に帰還した。以降6年間、ベスタルは偵察部隊と戦闘艦隊で活動する。1920年7月17日にすべてのアメリカ海軍艦艇にアルファベットと数字を組み合わせた看板号が付与されたため、ベスタルにも工作艦として AR-4 の看板号が与えられた。1925年に、 ベスタルは近代化改装を受け、これによって機関が石炭戦勝艦から重油戦勝艦に換装された。それからほどなくして9月25日に潜水艦 S-51 がセンシティオブローマと衝突して沈没する事故が発生。ベスタルは S-51 の救援活動に加わることになり、 1925年10月から12月初めと1926年4月27日から7月5日まで S-51 の引き上げ作業に参加した。一連の活動の後 S-51 は海底から引き上げられた。活動完了を受けてベスタルは1927年に太平洋艦隊へ移籍した。1940年春の フリートプロブレム21演習によって太平洋艦隊はハワイの真珠湾に拠点を移した。ベスタルも1941年12月7日の真珠湾攻撃によって太平洋戦争が始まるまでずっと真珠湾で活動していた。西海岸へ戻ってカリフォルニア州バレーホのメアイランド海軍造船所でオーバーホールを実施後、ベスタルはその目立たないが重要な任務を 再開するために、真珠湾に戻った。そして1941年12月6日、ベスタルは、高度島付近の F7 不動で、戦艦アリゾナに設限し12月6日から12月12日までの、工程で、アリゾナの整備作業を行うことになっていた。しかしその翌日、ベスタルはそれまでの艦歴で、未だかつて経験したことがない事態に放り込まれる、ことになった。ベスタルが、 戦艦アリゾナの爆発に巻き込まれた瞬間を捉えた写真。爆炎の左側にベスタルの艦首が見える。いつもと変わらない平穏な日曜日の業務を命じられた翌12月7日午前8時前、突如として日本海軍の空母機動部隊から発信した艦上機による激しい空襲が始まった。午前7時55分にベスタルの乗員たちも配置に着き、 5イン地方や環境量限の7.7ミリ機銃へ方位が取り付いた。午前8時5分頃からベスタルの三ン地方が発砲を開始した。時を同じくして重要目標である戦艦を狙って投下された爆弾二発が狙いを誤り、ベスタルへ命中した。一発は左限に命中、甲板三層と上員居住区を貫通して倉庫で爆発。 全部弾薬庫へ注水を余儀なくされる火災が発生した。二発目は右辺へ直撃し、大工工房と偽装作業場を突き抜けて官邸に約五フィートの穴を開けて出ていった。対空砲火を維持することが、このベスタルの生き残りをかけた戦いで二番目に重要なことになっていた。だが、三ン地方は三発目を撃ったところで吐い、鞘不良を起こし、 さらに修理しようとしていた法院たちは爆発によって考えへ放り出されてしまった。午前8時10分頃、一発の爆弾がベスタルの隣にいるアリゾナのゲンガー甲板を貫通し、第二砲塔装薬庫で爆発した。これによって隣接する手砲弾薬庫が誘爆したため、アリゾナの全部区画で火山の噴火を思わせる大爆発が発生。その衝撃は隣にいた ベスタルの甲板上のあらゆるものを吹き飛ばした。ベスタルから吹き飛ばされた乗員の中には、艦長のカシン・ヤング中佐もいた。海中に転落したヤング艦長は、泳いでベスタルに戻り、混乱の中で誰かが発した総引隊艦命令を取り消すと、冷静に、おい、俺たちでこの艦を動かすぞと言った。幸運にも、機艦長がまさにそのような命令を予想しており、 すでに機関会員たちがボイラーの蒸気圧を上げようと悪戦苦闘していた。攻撃後、沈没を避けるために格座したベスタル。爆発はアリゾナの避けた燃料タンクから漏出した重油を引火させ、ベスタルの完備から艦隊チューブにかけて火災を起こさせた。ベスタルの乗員は午前8時45分にベスタルとアリゾナをつないでいるロープを斧で切断し、機関の力だけで、 ベスタルを移動させようとした。ちょうどそこへ、ほんの数ヶ月前までベスタルで勤務していた、元上院が邸長を務める引き船ホガが,が駆けつけ、ベスタルのへさきを押して燃え盛るアリゾナから話してくれた。危険から遠ざかりつつあったものの、一方で徐々にベスタルの艦隊は右縁に傾き、艦尾から沈下しつつあると思われた。午前9時10分、ベスタルは、 マクグリューポイント沖の水深35フィート地点に停泊した。艦尾の喫水は27フィート、傾斜も6.5度まで増大したことを受けて、ヤング中佐は、さらなる対応を命じた。艦の不安定な状況を鑑みてヤング中佐は、戦闘後の報告の中で次のように述べている。艦の数箇所で火災が発生しており、さらなる攻撃も予想されたゆえに、 艦を格座させるることに決定したのである日本の攻撃が去って1時間も経たない9時50分頃、ベスタルはアイアーワンに格差した。ベスタルに対する一連の指揮の功績により、ヤング中佐は名誉勲章を受賞した。ベスタルは自らの損傷にもかかわらず、戦闘により損傷を受けた艦艇の救援活動に参加した。ベスタルは修理隊を転覆した戦艦オクラホマに、 派遣し、溶接工が艦艇に穴を開けて、転覆時に艦内に取り残された乗員の救助ができるようにした。日本軍の攻撃後にあって、既存の交渉設備は修理で手一杯になっていたため、その後数日間、ベスタルの乗員は工作艦としての能力を用いて、独力でベスタルの復旧作業を行った。ベスタルの乗員は、 水泉下の浸水区画から燃料と海水をポンプで排出し、穴を塞ぎ損傷の応急修理を行った。これらは本格的な修理を行う前に終えなければならなかった。ベスタルは修理完了後にしばらく、新珠湾で任務に従事した後、1942年8月12日に南太平洋へ向かうように命じられた。ベスタルはトンガ諸島のトンガタプ島へ移動し、 二週間後の8月29日に到着した。まもなく、ウォッチター作戦が発動され、ソロモン諸島の戦いが始まる重要な時期であった。以降数ヶ月にわたって、アメリカ・オーストラリア・ニュージーランドの連合軍部隊は、日本軍に退治することになった。トンガ・タプ島で60日間活動したベスタルは、約58隻、沿岸活動4回、963皇帝の、 修理活動を完了した。戦艦サウスダコタに対する活動は、特に困難だった、修理の一つである。サウスダコタは海えずにミキサイの暗礁に乗り上げ、トンガタプ島へ緊急修理のために入港してきた。ベスタルの潜水譜は9月6日16時から作業を開始して、艦の接合部を点検した。たった6名の潜水譜による作業だったが、 潜水婦たちは9月7日午前2時まで作業を継続し、艦艇に約150フィートにわたって伸びる一連の亀裂を報じた。翌9月8日朝までにベスタルの熟練した工員たちは、サウスダコタの乗員たちと共同で、サウスダコタがアメリカ本国へ帰還して、本格的な修理を行えるように、応急修理を完遂したのだった。8月31日に、 日本海軍の囲、e、碁第26潜水艦に、来撃された空母サラトガが入港してきたとき、ベスタルの潜水譜は、衛船、ナバホと共に、損傷の検査を行い、さらに破棄の成形と補強を行った。冠水した、艦室からの排水作業と破棄閉塞のための、数トンに及ぶセメントの充填が行われ、トンガタプ島到着から12日目にしてサラトガは、 アメリカ本国へ戻ることができた。ベスタルは10月26日にニューヘブリティーズへ向けて出港したが、途上でニューカレドニアへ目的地を変更され10月31日にヌーメアへ到着した。ベスタルの到着はまたとないタイミングであった。なぜなら、ほんの数日前に南太平洋海戦が正規しており、その結果大きな損傷を負った戦艦サウスダコタと、 空母エンタープライズがヌーメアにいたからである。エンタープライズの飛行甲板後部には爆弾一発が命中し、30、60フィートの箱が開いたほか、甲板が約4フィートの高さに膨れ上がっていた。加えて、命中弾は後部エレベータ機械室を浸水させて、隔壁を吹き飛ばし、主観室のちょうど貧類を破損させていた。修理が完了する前に、エンタープライズは、 出航を命じられたため、ベスタルの士官2名と大勢の修理隊員が、エンタープライズに同乗して、修理を続け、第3次ソロモン海戦で戦闘に加わるわずか2時間前まで、作業を行った。エンタープライズに送られた、祝運部隊長には、エンタープライズの戦線復帰の功により、ベスタルからの作業隊も含まれた。ほんの1ヶ月半前にベスタルの世話になったばかりの、サウスダコタは、 エンタープライズと同様に大きな損傷を受けていた。サウスダコタは16インチ主砲と一気に爆弾一発が命中、断片による被害を受けたほか戦闘中に駆逐艦マハンと衝突事故を起こしていた。マハンはサウスダコタの右縁に穴を開けただけでなく、士官室に怒りを引っ掛けていった。ベスタルはエンタープライズの緊急修理に大笑わいわだったにも、かかわらず、 サウスダコタの修理にも取り掛かった。サウスダコタの右原水線部にある穴を閉塞し、突き刺さったマハンの怒りを取り除いて、士官室を修理した。さらに断片による穴、吹き飛んだハッチや防火扉を塞いで回った。そして、サウスダコタは5日弱で戦闘に戻っていった。ベスタルに寄り添われながら、修理を受ける、軽巡洋艦セントルイス。 1943年7月20日、つらぎにて撮影。ベスタルは、ヌーメアでの活動で158皇帝、21隻の修理活動を完了し11月3日に出港。3日後に1年間に、渡る修理活動のためにエスピリットさんと島へ到着した。以降12ヶ月間、ベスタルは、官艇279隻、沿岸活動24回の、 約5603工程を作業する。それらの中には、1942年終わりから1943年初めにかけて行われたソロモン諸島での激しい海上戦闘により損傷を受けた艦艇へのいくつかの特筆すべき修理作業が含まれた。それらの作業には、1943年11月13日の第三次ソロモン海戦で被弾した。 十十に洋艦サンフランシスコ、ルンガ沖野戦で損傷したニューオーリンズと、同様に、ひかみなりして24フィート40フィートの箱を、正直間室浸水、水深軸破損の損傷を受けたペンサコーラ、後部手砲塔への直撃弾と断片及び、衝突による損傷を負ったニュージーランド海軍の、軽巡洋艦アキリーズ、雷撃と火災を受けた、攻撃貨物輸送艦アルチバが含まれる。 さらに、ベスタルは来撃された、軽巡洋艦セントルイスと、オーストラリア海軍の軽巡洋艦ホバーと、爆撃された、攻撃兵員輸送艦、ゼイリン、そして給油艦タッパハノックやニュージーランド海軍、軽巡洋艦、リアンダーなども修理。ベスタルはまた、損傷した、戦車揚陸艦12隻や、多数の小艦艇の修理も行っている。 1943年5月27日から6月2日までの期間のみ、ベスタルは一連の修理活動を中断して、自らの修理を行った。ベスタルによって修理を受ける、従順洋艦、ペンサコーラ。1942年12月17日、エスピリットサント島にて撮影。ルンガ沖野戦で大破した、従順洋艦ペンサコーラに対するベスタルの修理は、 その修理活動で、とりわけ称賛されるべきものの一つであった。ペンサコーラに命中した魚雷は完備に、甚大な被害をもたらした。完備は、全部と過労じて繋がっているだけの状態であり、いまだに緩やかに揺れ動いていた。少数の骨材、いくつかの艦隊の外反、そして推進軸が事実上ペンサコーラの完備を繋ぎ、止めているすべてであった。ベスタルの艦長は後に語っている。 このような任務に立ち会った AR はいなかった。最善の方法として、どのような手段が取り得るのか、いかなる記録も存在しなかったのであるしかしながら、試行錯誤と過去の経験から得た、いくつかの事実によって、ベスタルの行員たちは、作業を実行した。浸水区画の水密を保ち、入り込んだ水を汲み出すことができるように、箱は塞がれて安定性のために補強された。 さらに抵抗を減らすために各々7トンあるスクリュー3機も撤去された。皆ちょっとした技術兵でなければならない。ベスタルの艦長は語っている。まだかなり新しい技術であった水中溶接や切断といったこの仕事を行うにあたって出てくる諸問題を理解するためにはベスタルの作業員たちは歪み、焼きついた水深軸を撤去して交換するためにスクリューを ダイナマイトで発破しなければならなかった。ペンサコーラの後に来た、従順洋艦ミネアポリスも、艦隊中央部に魚雷を受けた他艦首が75ヒートに渡って防湿していた。ベスタルは、ミネアポリスの修理も行い、仮艦首を取り付けて、本格的な修理のために、本国へ帰還できるようにした。そうして事態は進んだマイナス、ベスタルの艦長は続ける。次々と壊れ、 ねじれ、乱撃され、焼かれた艦艇を、前線に戻るか本土の交渉へ戻れるように修理、したのである1943年11月18日、ベスタルは、エスピリトゥサント島を出て、エリス諸島へ向かい、11月22日に、目的地であるフナフティへ到着する。短期間の滞在で、ベスタルは、艦艇77隻と、陸上活動8回の、 約604工程を完水。ここでの活動で特筆すべきものには、空母インディペンデンスに対する修理が挙げられる。1944年1月30日に、マキン島へ向かったベスタルだったが、その途上で、行き先は、マーシャル諸島へ変更され2月3日に、マジュロ干渉へ到着した。そこでは、戦艦インディアナとの衝突事故で全部に、 大きな損傷を負った戦艦ワシントンがいた。応急修理作業に30日間はかかると見積もられて、いたにもかかわらず、24時間体制で修理を行った、ベスタルの作業隊はわずか10日間で完了させた。その後、ワシントンは本格的な修理を受けるために、真珠湾に旅立った。ベスタルは、自らの修理、特にエバポレーターの交換が必要だったため、マジュロを出て、 新寺湾経由で、メアアイランド海軍造船所へ向かった。修理に合わせて、ベスタルには、新装備の追加、変更、全体的なオーバーホールそして、繁盛の明細塗装が施された。ベスタルは9月8日にメアアイランドを出港、カロリン諸島へ向かう。ベスタルは、新寺湾とエニウェトク干渉を経由して1944年10月15日に、うルシい干渉に到着したが、 デニウェト区間省からは、コンクリート船、クロマイトと海軍の弾薬バージーフ -254 の栄光も行っている。ブルシー環省での修理活動で、ベスタルは、戦艦14隻、空母9隻、巡洋艦五隻、駆逐艦五隻、タンカー35隻、その他海軍、民間船舶を含む合計149隻の2195工程を完了させた。 その中で最大の修理活動は、11月3日夜に、サンベルナルジの海峡沖で、以後第41潜水艦による来撃を受けた、軽巡洋艦リノに対するものである。ここでもベスタルの行員は急速かつ効率的な修理を行い、リノが本土の交渉で、本格的な修理を行えるように、短期間で応急修理を完了させた。 1945年2月25日、ベスタルはマリアナ諸島への航海中であり、2日後にサイパン島へ到着したベスタルは、以降2ヶ月以上にわたって、修理任務を行った。そこでは主に洋刀の戦いに用いる、妖陸艦艇の修理に従事した。サイパン島滞在中の1945年4月1日に、沖縄戦が始まり、1ヶ月も経たないうちに、ベスタルは、 ケラマ諸島へ移動して5月1日に到着した。5月の間、ベスタルは、神風特別攻撃隊による攻撃で損傷した、官邸59回の修理を実施した。一連の戦闘経験から、特攻機に対する最大の防御は、全艦が円幕を展開して、低く垂れ込めた巨大な雲を作り出し、その姿を隠すことであると証明された。この目的のために、 ベスタルは、煙幕発生機と燃料入りのドラム缶を積んだ2隻のボートを用意した。さらに、艦首から海中に投じると15分間にわたって、吐き気を催す悪臭の濃厚な白煙を放つ煙幕ポットも用意された。特攻機に対する備えだけでなく、密かに官邸へ泳ぎ寄って、爆薬や機雷を仕掛けようとする敵兵がいないか、看板上の見張りが目を光らせていた。 ケラマ諸島の活動でベスタルの大きな作業は損傷した駆逐艦の修理であった。それらには特攻機によって被害を受けた駆逐艦ニューコムとエバンズの修理が含まれる。ベスタルは6月半ばまでケラマ諸島に泊まっていたが6月23日後にアメリカ側によってバックナーワンと改名されることになる中ク区湾へ移動し同日午後に到着する。 そしてベスタルは戦争の残りの期間をそこで過ごすことになった。1945年8月10日20時55分、日本が幸福を受け入れようとしているという衝撃的な知らせが飛び込んできた。打ち上げられる花火の展示がとても素晴らしく、勝利の感触は非常に大きかったため、 一旦緊張が壊れてしまうと1945年8月15日8時5分に受け取った真の平和の知らせは熱狂のさざめきを生むことはほとんどなかった。それでも勝利の精神は全上院の心と対話の中で最上のものであった日本の幸福後艦隊にとって主たる危険は台風であった。VJD 前ベスタルは二度中グスクアンを出ていた。 そして9月16日、ベスタルは3度目の出港をしたが、翌日に、風速68ノットの暴風と波浪に見舞われたため、港へ引き返すことになった。ベスタルは28日に4度目の出港に備えて、公転による損傷の修繕を行った。第104支援隊からの命令を受け取り、ベスタルは抜病して15時ちょうどに、中城湾から外洋を目指した。ガラスのような海。 ジメジメした空気、下がる気圧計は容赦のない暴力的な敵、海と風が艦に接近していることを示していた。商船フリートウッドとケニアンビクトリーがベスタルの艦尾から800ヤードの位置につき、ベスタルが戦闘の単純人を組んで沖縄東方海上の巨大な暗雲から逃げるために西へ向かった。ベスタル艦長 H.J. ポール大佐が 指揮官を務める4隻の船団は再編成され今や7隻になっていた。船団の各船は動揺を減らすために凄まじい風に真正面から向き合い、損傷や最悪の損失を防ぐために巧みに送還を行った。3日後の午後遅くには、ボール艦長はベスタルを安全かつ無傷で中ぐ区湾へ入港させることができた。 この台風からの特別な回避行動は、次に来たものと比べて、現実的な演習であったと証明された。10月6日、ベスタルは、アクネ台風の警告を受けた。これは、直径400マイル、中心風速100ノットの熱帯低気圧であり、西北西へ17ノットの速度で移動していた。10月7日0時15分、ベスタルと中条湾にいる他の全艦艇は、 一時間の通告で台風対応計画 X 線を実行する準備をするようにという命令を受けた。午後の半ば頃から順次、それらの命令が届き始め、船団は各船が生き残るための行動を開始した。最初に出航したのはベスタルであり、その置いた工作艦は16時に航行を出て東へ向かった。最終的に潜水母艦ビーバー。 商船ホープビクトリー、グレーズハーバーそしてエッソロチェスターがベスタルに続いた。海が波立ち、風が強まり、気圧計が下がった10月8日もベスタルは東への進路を取り続けた。台風が他に類を見ない勢力で沖縄を襲った10月9日、ベスタルは最高40フィートの大波と50から65ノットの強風の中を航行していた。なんとか、 中条湾へ入港する望みをつなぐべく、10月10日も、ベスタルは、強風の中を西へと進み続けた。10月10日14時5分、中条湾へ向かうベスタルの環境にいた、信号手が、左玄艦守方向と、右玄中央に、救命いかだを発見し、それからすぐに、新たな叫び声が聞こえた。数千ヤード先で波に翻弄される、小さな黒点を、かろうじて確認し、 やがてそれは前日の晩に嵐のため沈没した中型揚陸艦 LSM-15 の生存者だと分かった。かっこに航行を続けるように他の艦へ命じてベスタルは鳥舵を取るとすぐに最も近くにいる救命イカダの風上へ接近した。そして自らの艦隊を車風壁としたベスタルは内科艇を下ろしてイカダから生存者17名を救出した。 最終的に、さらに15名の生存者が、原則に垂らされた網を安全によじ登ることができた。一連の救助活動によって、士官2名と歌士官、兵30名が荒れ狂う海から救い出された。夕方に、中条湾へ到着した後、翌11日の夜明けに、ベスタルは凶暴な台風がもたらした結果を目の当たりに、した。再びベスタルは痛めつけられた官邸の修理という、 任務へ戻ることとなった。新珠湾にあるベスタルの記念埠頭。ベスタルは日本と中国の占領任務支援で活発に行動した後、アメリカ本国へ帰還することになった。廃棄のため、第13海軍区へ委ねられる艦艇の退役作業に従事させるために、ベスタル自身の退役は先延ばしされた。 最終的にベスタルは1946年4月16日にピュージェットサウンド海軍造船所で退役し、同年9月25日に海軍官邸名簿から除籍された。2年半の不活性化状態の後、2度の世界大戦で幾多の官邸を支えたベスタルは1950年7月28日にメリーランド州ボルチモアのボストンメタルズカンパニーへスクラップとして売却され、 その後解体された。ベスタルは第二次世界大戦の功績で2個の従軍聖賞を受賞したほか以下の勲章を与えられた。真珠湾攻撃時に艦長のカッシン・ヤング中佐に名誉勲章が死傷したベスタルの上院にパープルハート賞が授与された。またエンタープライズ修理と戦線復帰の功によりベスタルの修理要員がエンタープライズ上院と共に 主君部大賞を受賞した。ありがとうございます。